おといネップ駅は、北海道中川郡おといネップ村あざオトいネップ509番地に、ある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅。駅番号は W61、電報略号はおと、事務官コードは121830。おといネップ村の代表駅。かつては、宗谷本線、天根北線の分岐駅であり、交通の要衝であった。現在も中頓別町。 浜頓別町、サルフツ村などの旧点北線方面、江差し方面へ向かう路線バスとの乗り換え駅として、機能する重要な拠点であり、特急、宗谷サや、猿別を含めたすべての旅客列車が停車する。JR の特急列車の停車駅の中では、最も人口の少ない自治体に位置する。1977年のオトイネップ駅と、周囲約1キロメートル範囲の状況。 左上の左方向が本線輪っか内方面。上方に向かうのが天北線中トン別方面。天根北線はまだ現役である。機関車こと転車台はすでに取り払われ、2カ所に新たな車両整備用の車庫がある。駅舎横の輪っか内側にストックヤードと引き込み線。駅裏の名寄ろ側に石油タンクと引き込み線が見える。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 オトイネップ村村名の由来も参照所在地区名より、なお、開通当時、オトイネップは一市街の名称であり、村の名称は当初時は村であったが、1963年にオトイネップ村に改称している、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合わせて二面三線を持つ地上駅である。一番線は有効長が短いため、普通列車のみ使用する。 ホーム間の移動は、古線橋を使う、社員配置駅、緑の窓口設置、自動券売機はなく、近距離ギップ、入場券も緑の窓口での購入となる。営業時間外に列車に乗車する際は、無人駅同様の扱いとなる。駅舎は、天根北線廃止後、おといネップ村の予算によって、木造駅舎から、現在の交通ターミナル駅舎に改築された。駅本屋の隣には、 ナヨロ保線所オトイネップ保線管理室の事務所もある。かつては夜間大泊が設定されていたが、現在はナヨロ駅に留置されている。駅舎はバス待ち所を兼ねており、交通ターミナルと称している。九点北線代替バスを運行する、宗谷バスの出発所があるほか、オトイネップ村地域バスが発着している。また、天根北線現役当時の資料が展示されている。 天北線資料室が併設されている、おといネップ村市街地、商店街、住宅地がある、蒸気機関車が、宗谷本線を走行していた古くから旅行者の間で知られていたもので、おといネップそばとして、村の名産品となっている、2004年に放送された、列島縦断鉄道12000キロの旅、最長片道ギップで行く42日でも、紹介された、 北海道旅客鉄道宗谷本線普通崎、大駅おといネップ駅おさしま駅北海道、旅客鉄道店北線おといネップ駅退場、おといネップ駅、ありがとうございます。